今日はこじらみの駆除の現場になりますので、こういったところが巣になってるんですね。こじらみの駆除です。来ましたね。今の熱でびっくりして。こんにちは、駆除ザールスの内田です。今日はこじらみの駆除の現場になりますので、現場の駆除作業を実際にやっていきます。木屋長さんがですね、二人ともライブなどちょっと忙しいみたいで来れませんので、ちょっと私の方で今日はやっていきますので、よろしくお願いします。今日の現場はどういった被害がありますか？パートの方のお部屋らしくてですね、かなり痒みがあるということでご依頼がありました。おそらくこちらの身がいるんじゃないかなということで、本日私も初めて伺いますので、まずは調査から行こうかなと思っております。ではじゃあ現地に行きます。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。ちょっと状況を教えていただきたいんですけれども、はいはいはい、いつぐらいから痒みが始めましたか？痒みは多分もう1ヶ月ぐらい前から、後頭部とか出てまして、はいはい、おかしいなと思ってたんですけど、はい、体を全く見てなかったので、予想もしてなかった。あ、そうなんですね。実際虫は目にされましたか？あ、はい、でその後に布団をちょっと2枚重ねで使ってたんですけど、はい、掃除しようと思って布団を剥いだら1枚目の方に10匹ぐらいいました。いまして、それとも全部処分して、処分して、はいはい、今回当社を見つけていただいたきっかけは何かありますか？そうですね、実態を見てからもうすごくいろいろ調べまして、そうですか、 YouTube とかネットとかで、ね、それでちょっと口コミが入ってまして、動画も見て、ありがとうございます。とこじらみっていう名前にたどり着いたのはどのタイミングですか？もともとご存知でしたとこじらみっていう種類？いや、全く知らなくて。そうですよね。で、その布団に生息するっていうと特徴と、うん、あとはその糞の跡とかで、はい、これだ。ああ、そうですね、はい、なかなか皆さん最初ダニだって思ったりとか、はい、っていう方も多いので、こちらみなんだって分からないとね、なかなかクリオザルスの方にもたどり着かないっていう方も多いの でそれで結構繁殖が進んでしまったりすることも多いものですからね、はい、ちょっと今日は一日よろしくお願いします。ではちょっと調べてみます。これ映るかな、黒い点、これがトコジラミの血粉と呼ばれる形跡の黒い点ですね。ちょっと隙間があるでしょ、ここに。この隙間でトコジラミは入っちゃう。こういうのとか、こういったところが巣になってるんですね。カーテンのひだのところっていうのは割と見つかりやすい場所ですね。その隙間も結構居やすいポイントなんですけど、今のところは綺麗ですね。うん、ここはちょっと卵があります。この白いのわかるかな、これがトコジラミの卵です。ここ1個だけありますね。で、そのこの側面の点の真上に白いのがある、はい、これも卵です。1回交尾すると1回卵を産むんじゃなくて、1回交尾すると毎日産める体なんですよ。なので妊娠中のメスを1匹だけ持ってきちゃったとしても、それでも増えてしまうっていうのがこの虫の怖いところなんですね。これが血粉の跡です。こういう布製品をところで糞をするとインクジミみたいにこう染み込んでいくんで、ちょっと十字架っぽくなりますね。あ、いたいた、こちらの抜け殻です。この下のところもちょっと隅かにされてますね。そうしたらちょっといろいろ定息場所が分かってきましたので、ここから駆除作業に入ります。します。で、熱処理をしたりですとか、はい、お薬を使ったりっていうのは作業で、ちょっと細かいところ一個一個作業していくようにしますので、よろしくお願いいたします。まずはこのバキュームクリーナーで、細かいところに熱を入れて、まずの熱処理をしながら殺虫していきます。特に卵は薬剤がなかなかコーティングされてるのが効かないので、実際にもう直接熱を当てていって、卵自体を、ボイルしちゃう、簡単に言うと、ゆで卵にしてしまって殺してしまうというような作業です。新しい血粉であればスチームやった時にきれいに取れると思う。
これ多少綺麗に落ちます。だから壁とかについてた血粉も早めの段階で見つかれば落とせる。けどそれが時間経っちゃうとやっぱりこうはいかないし、シーツとかああやって染み込んじゃうのは取れない。これなんか、あ、出てきた。お、なんかいません？いました、いました。現れました。いましたね。今の熱でびっくりして逃げ出してきましたね。この辺かな。ソファーは徹底的にやりますね。強めのお薬を直接ハケ塗りしていきます。さっきの血粉があったような場所にカーバメイト系の油剤を塗っていきます。でこのお薬は速効性というよりかは残効性のあるお薬で、これを塗ることによって後から床じらみがここを通ってくれればここに触れて死んでくれるという待ち伏せ効果のある薬です。最後に仕上げで有機リン系のマイクロカプセル剤を全体的に吹き付けていきます。でこちらもこの液体のお薬の中にですね殺虫成分が入ってるんですけれども、まあ、それがチャイも見えないマイクロメートルっていう小さなマイクロカプセルに包まれている状態なんです。でそれがカーテンですとかソファーの裏面に吹き付けられることによって見えないカプセルが付着するという状況になります。でそうすると後で虫が出てきた時にそれをカプセルに触れるとその時初めてカプセルが割れて除去成分が効いてくるという形で安全性が高くて残効性が高い薬剤になります。作業が終わりました。ありがとうございました。来てるのもやっぱ出てきましたね。そうですね、ちょっとこの1週間ぐらい出てなかったので、はい、正直出ないと思ってたんですけど、やっぱ自分じゃ見つからないんだなって改めて思いました。そうですね。まあ僕らもやってて今日はいないかなと思ってたんですけど、やっぱ熱処理して時間経ってからね出てきたりしましたから、で、ね、で今日は熱処理 と、薬剤を使ってっていう作業をしていますので、まあ、これで安心して生活していただいて大丈夫だと思いますので、はい、あとまた気になるとかことがあればいつでも言ってください。お願いします。はい、今日はありがとうございました。